明治。考えすぎて眠っちゃった時も気分を変えてほらカルボサクサク幸せしただけパジャマな時も悩みとろけてほらカルボシュワー忙しすぎて気持ちいい逆立ち慌てず焦らずほらカルボサクッとジュワッと心ほどける気持ち切り替えチョコレートガルボ。はい、チェックします。よさげです。せーの、幸せ。はい、ガルボガトー。はい、はい、ガトー。上のください。カードされてるから確かに全く顔に変わらなかった。やばいやばい。こういう感じなんだ。こういう感じ、こういう気持ちなんだ。カット。はい、カット。前に行けばいいのかな。あ、そうか。こうだった。天才じゃん。それじゃん。ちょっとさ。皆さんこんにちは。明治ガルボの新 CM キャラクターに就任しました小松菜奈です。今回の CM はサクッと食べれて心ほどけるガルボの魅力を伝える CM になっています。私は OL に扮して様々な衣装で撮影に臨みました。そんな可愛い衣装に注目してみてもらえると嬉しいです。ぜひ皆さん見てください。なんか衣装もこういろんな可愛らしい衣装にこう切り替わって、なんかすごい衣装も可愛いなと思いますし、スタジオとかのその演出というかいろんなこうセッティングをいろいろ変わってって、なんか私もその場にいてすごく楽しくて、もう私本当に昔からチョコレート大好きで、なんかこう撮影中お仕事なんですけど撮影中でもチョコレート食べるの嬉しくてなんかすごい幸せです。なんか気分も上がりますね、うん、いろんな衣装にこうスーツ着たりとか、うん、ワンピース着たりとかテンション上がります。とでもやっぱ仕事中とかこう作品とかに入る時とかやっぱりずっとこう撮影が続いてると、なんかこう力を抜きたいなっていう瞬間はやっぱりあるので、そういう時にまあ、こうコーヒーとなんか甘いものを一緒にやっぱ食べるとこうホッとするというか、こう自分の中で安心するので、なんかそれがよし、なんか次また撮影頑張るぞって思えるので、なんかその時間が私にとってすごい幸せなんだなってこう思いました。そうですね、なんか大人になったなと思いましたあー、私は移動中はまあ音楽聴いたりとか、あと私どこでも寝れるので、どこでも寝れるし、もうなんだろう、もう数秒あればすぐ寝に落ちちゃうというか、もう一瞬で眠れちゃうので、なんかそういうこうなんだろう、ちょっとでも時間が空くとそういうその時間がこうすっきりしてまた撮影にも行けるし、なんかちょっとの睡眠って結構大事なんだなって思いました。短い時間でも全然この体力っていうのがすぐこう復活できるので、もう好きあらば寝ますもう私はもう美味しいものを食べるのがもういつもご飯のことばっかり考えてるので、
なんか現場とか行っても、あ、今日のお弁当何かなとか、お昼なんだろうなって考えたりとか、なんか休みの日なんかこれ食べに行きたいなって考えたり、なんかそんな時間が一番なんか幸せだなって思うので、本当にずっと食べ物のことを考えてない時がないぐらい本当に大好きなので、やっぱりその美味しいものを食べるためにちゃんと働くっていう、それを大事にしてます。あー、なんだろう、チャレンジしたいことは、なんだろうな、なんか魚をきれいにさばいてみたいです。なんかあんまり家でこうお魚をこうさばくってことがやっぱりないので、やっぱりもう切ったものをこう買ってきて食べるっていうのをするんですけど、なんかこう一匹ボンって買って自分でこう綺麗になんかさばけるようになってみたいなって思うので、なんかちょっと勉強してというか、何かを見てなのか誰かにそういう上手な人に教えてもらったりして、なんか今後のためになんか綺麗に魚をさばける人でありたいと思います。三枚おろしっていうんですか、なんか綺麗にできたらかっこいいなと思って、なんかそういう動画とかすごい見るんですけど、あ、なんかこの人素敵に綺麗に本当無駄なく切るなというか、やっぱお寿司屋さんというか魚屋さんとかすごいなと思うので、自分もなんかいつかそうなれるように、そういう包丁を買って綺麗に切れるようになりたいなと思います。ガルボは手軽に食べれてとっても美味しいです。私も大好きです。ぜひ仕事中や家事の合間など気持ちを切り替えたいときに楽しんでもらえると嬉しいです。新 CM も素敵に仕上がっていると思いますので、チェックしてみてください。小松菜奈でした。